竹島地域の地図女島、または、東島は、島根県沖郡沖野島町に所在する当初、大韓民国との係争地となっている竹島を構成する島の一つ。沖、松島、竹島を描いた1724年の鳥取藩作成の地図日本の国土地理院が2007年12月発行の2万5000分の1の地形図には、 竹島の二つの島を東島と西島と表記しているが、沖野島町では資料の調査や聞き取り調査を行い、この島については女島と決定され、西島については男島とするとともに、岩礁や湾などの名称を定め、2013年6月に国土地理院に申請した。海抜98メートルで男島に比べると低い。周囲は断崖絶壁で、 飲料水に乏しく、人の住みにくい環境である。面積は0.07平方キロメートルである。男島よりやや強小だが、表面積は女島の方がやや上回っている。男島との間の距離は151メートルである。女島の断崖の高さは10メートルないし20メートルであり、二つの大きな洞窟がある。女島は、 男島と共に現代からおよそ460万年前から250万年前の海底火山活動により誕生した火山島であり、水深約2000メートルの海底から噴出した溶岩が降下したことにより形成されたと考えられる。また、岩石と地質構造の分析結果によると、竹島は単一の火山爆発によって形成されたものではなく、 200万年以上の長い期間の断続的爆発と噴火によって形作られたものである。女島にある加工跡を満たすソメンアン山岩は270万年前に生成されたと考えられる。1952年、韓国政府はいわゆる李承版ラインを公海上に設定し、その際に領土権を主張して独当の領土表を立て、1954年には、 武力要員を常駐させて実行支配を開始した。現在は軍に準ずる装備を持つ韓国国家、警察系北警察庁独島警備隊の武装警察官40名と東大管理のため海洋水産部職員3名を常駐させるなど軍事要塞化を進めている。また、韓国海軍や海洋警察庁がその領海海域を常時武装監視し、 日本側の接近を厳重に警戒している。そのため、日本の海上保安庁の船舶や漁船はこの島の、領海外には入れない状態が続いている。女島には、日本政府の再三の抗議にもかかわらず、韓国政府は、灯台、ヘリポート、レーダーを設置した。他に、女島に設置されている施設には、船舶の接岸場、警備隊宿舎、気象観測台、 送受信等がある。ありがとうございます。